ああ、いわゆますか、YouTube からお送りしてます。週刊ウニューです。よろしくお願いします。で、今日はですね、まあ、特別会で、エジ中田さんがいらっしゃっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしはい、まで、す。最近ですね、かずらぼ帳が、6が、ナンバー6が出たということでしてね。で、はい。なんだっけ、10年ぶりとか、いう話ですね。もう、小谷細さんかが言っく言えて。ば、ああ、覚えてます。11年ぶりあ、でご11ざい年まぶりす。ですか。はい。はい。じゃあ、ちょっと説明を。そして、三好さんは、注文したんですけど、まだ届いてなくて。まあ、はい。言ってないホットですなけど。話題でね。はい。はい。じすいゃあ、まちせょっとん。遅延しております。説明を、まあ、そうですね。お願いしまそうす。ですね。あ、そしどうて、だし、から、うん。岩井もまあ、なんですか、記事を書いてはいるので、そんそうなです流ね。れで、はい。岩井さ今回んにの放も送に毎なってる。回記事を書いてもらっているので。ははい。い。そうですね。パズラボ帳っていうものから簡単に説明しましょうか。そうですね。まあ、うち、パズラボっていう、まあ、屋号でちょっとしたことをいろいろやってるんですけど、まあ、そこが出しているパズルの小冊子です。で、今お店回、はやってられます。おお店店。もやってた、まあ、ちょっとコロナ関係でね、ああ、そうか。ぼちぼちしかやってないですけああ、ど、なるほど。はい。はい。あと、物を売ったり、いろいろ、まあ、しててなるんるでほど。すけれども、で、これが最新号の6で、まあ、5とか4とか、まあ過去のものももちろんあるんですナンけバーど、全部揃ってんですね。はい、私はもちろん全部持ってるんですけ持っど、てるんですけど、あ、私今も過3去を突破しました。は一応持ってると思います。はい。あ、ゼん？ロもあったんだよね。0からあるんですね。な0るほど。はゼロあった12かな。号。うん。0はもう今売り切れてるので、ああ、ゼロは売り切れてるんだ。うん。そうですね。それの最新号で、まあ何から言うかな。まあでも、やはり、岩井さんにも、毎回、ちょっとだけ、ああ、そう毎です回記ね。事を書いていただいて、パズナミン C とパいズう。ナミン C とすいごう、いね。全然ね。え？語呂が合ってないけど、まあ、俺の C だと分かる。ああ、言っちゃったね。そう、C あだ。漢字の語呂が。そう、そういう、なんだろう、元気が出る。ああ、そうです。パズルの問題をこういろいろご提供難易い度たにだいてはます。ばらつきがあるんですけど、一番しか普通の人は解けないっていう。これがでも第4回ですから、ああ、本当ですパね。ズラボ帳6のうち、ね、これより前に3回もやっていただいてああ、るっそうでていすうね。のもでありすがとうね。ございます。で、まあまあ、今回の6の特集は、ここにあるように、グラスパズルの奇跡。あ、奇で、跡まあがちょっと、ね、中にかけてるんですね。そうですね。ちょっとカタカナなので、何の奇跡かなというところですけれども、どうなんでしょうね。このグラスパズルっていうのをご存知の方がどれぐらいいらっしゃるのか、ちょっと一そう部だね。け見なんまか、すと、梅とか豆とかね。そうですね。このあの、辺トウがモロ割コシとと、かはね、なんかちょっと見たことあるけどね。もうちょっとそうです違ね。うのも載ってますもんね、今回ね。そうですね。一応、これシリーズでもう結構名鑑って言って、もうちょっとカタログチックになるんですけど、いろんああ、な本当もですね。のを、まあ最初はね、そういうコップとかガラスのコップにいろんなピースを詰めていくみたいなのがベースですけど、それ以外にもいろんなタイプのガラスと、まあ、何かを組み合わせたようなとか、とにかくガラス会社なんですね。そガこラみスんをな作る。同じ会社なんですか？一個の。そうです。みんな同じ会社で、ああ、そうなんですか。シリーズですごい出してたんですね。そ東れ洋がガラスなんです。ね、東洋ガラスさんっていうところが、普通のガラス会社なんですけど、まあ、社長の方がパズル大好きな方で、ちょっと自分の趣味を会社に反映させて、やられてたみたいで、ああ、そうなんですか。そうもうでやってす。ないんですか。もうやってないですね。ああ、そうなんですか。残念で、でそすね。の社長の方ももう亡くなられて、ああ、そうなんか。なんであ、すそこね。だな、問題は、きっああ、まあ問題はそこなのかもしれないですね。そう、だからこの辺がだいたい1900、
1980年代の終わりから90年代の頭ぐらいまでああ、しかやってなかったんですなんかけ素ど、敵ですね。けど、すごい数の作歌品謡の、曲語るみたいになってます。パズルもそういうことがあるんだろう。やっぱね、その 3D のデータがあれば、今、プリンター、3D プリンターとかでなんか、ガラスもできますか？ガラスじああ、ゃないかもしれないけガど。ラスか、ガラス難しそうだな。まああでれ、も、でも、そうか、詰める方はプラスチックでしたっけ？そうですね、詰めるあものはプラスチックあ。あ、だっそうたでり、す、樹そうで脂すね。だったあ、そうり。ですね。だから、あ、周りがガラスだけどね、コップのやつは。そうか、まあそうでか。も、木と、まあ知恵の輪みたいな木とか紐を使っああ、た昨日ようね。なものとかで、あ ガラスのコップに穴開いてて、こう、あ。ああ、不まあ可だ能から、物体みたいな。ああ、じゃそうねえですね、か。詰め物以外でも、そういう知恵の輪も取り入れあ、て、チェーンの輪だ。すごいですよね。でもその時代の、これ、ものから写真撮ったんですか？ものはコレクターの方とかいろいろあ持ってる方いらっしゃいますので、画像を提供いただいたりあ。ああ、すなるるのほで、ど、なるほど。手持ちのものは、まあそんなにはないんですけど、まあそれも。そこの記事全般は甲府さんがやられてるの？ そうですね。まあ、もう、パズラ包丁自体が、甲甲府府さん。君が メインでやっていああ、ただそいうなてんだ。るようなものなんで、なるほど。佐本当は甲藤府君に来てもらっ甲た。あ、府さん。佐そうです。藤甲府さん、あとで概要欄に概貼っておき要ま欄す。に。もう難しいとか全部概要欄。そうですね。だからガラスを使って、なんだかんだでこう、いろんな工夫をしながら、いろんなパズルをやっぱり作られたみたいで、それをもう今はね、全部やってないですけど、こういうのを昔のことを紹介する、そういう特集になってます。なぜ今っていう感じもある。そうですね。なぜ今これを。まあ、もう完全に終わってるものですし、全体をこう、ああ、なるほどね。網羅するにはコンプリートできるっ必要、ていうこと。コンプリートできるっていうのも、そうですね。なぜ今なんでしょうね。10年前ならもっとホットだったかもしれないですね。それで、もう10年前から準備したり、取材したりはもうしてたんですけど、だから、もう10年ぐらい前に書いた古い記事もありますし、ああ、そうなんか。最近、岩井さんなんかには最近やっぱり書いていただいたり、ああ、問題はね。いろいろ新旧ありますけれども。そうですね。そあういう。とはそういう、まあ、コレクターの方のインタビュー、まあ、この人にかなりご協力いただいたんですけど、そうですね。あ、ブシェさんね。フレデリック・ブシェさん。ブシェね、さん。おお、ブシェさん。まあ、パズル仲間ではおなじみの方ですけど、この方がやっぱこのグラスパズルをきっかけにパズルを始められたっていうああ、そうなんか。ああ、そうなんです経緯もありますので、そうですね。海外でもちょっと売ってたらしいんですよ。ね。ああ。なので、そういう、で、まあ結です構ね。画像もいろんな情報とかデータも彼にもう結構提供していただいて。あ、そうです。いいなぁ。なんか社長の道楽がその外国の人生を狂わせた。狂わせて、狂わそうせでする。よね。で、日本に来てからも、もう今売ってないですけど、まあ、いろんな中古とかオークションとかなんかで探したりも、随分されてたみたいですね。あとは、こういう、まあ、紙物、製品じゃないんですけど、そこのああ、なるほグど。ラスパズルにまつわる紙の情報もいろいろあって、これはもう本当に表面、紙も何？が、グラスパズル関係なんだ、これ。ですね、これはですね、そのパズルシティネットワークっていう、なんだろう、会報誌みたいなのをそこが出してたんですね。このパズルに関する会ああ、そう報。なんか。すごないのな、で、会話。会員になると、毎月とか2ヶ月に1回とか、
こういう新聞が送られてくるんですね。ああ、新聞が。グラスパズルの新聞、新作面学部白だいとな、か。それ。うん、そう。面白い文化ですね。そうですね。まあ、それも結構熱心にやられたみたいで。で、パズル科の、ね、吉原信行さんが結構いろいろ記事を書いたり、ああ、そうで、読者投稿みたいな、読者投稿じゃないのか、その会員からのお便りとか、いろんなものが載って、まあ、昔なええ、がらの面白いな。新聞みたいなもの。うん、これも私も当時入って、こういうのを読みながら、いろいろパズルを楽しんでたっていうこと吉です原さんね。がいるってことは、うん。うん。このグラスパズラー売れるって思ってたってことだ。うん、そうですね。だから結構彼が監修してパズルをやっぱりやってああ、たとそうなころもあるんですね。だからの。ああ。その吉原さんと社長の佐伯さんっていう方が、まあ、タッグを組んでああ、やそっうなてんただ。みたいあ、な。それは強かったですうん、うん、ね。そうですね。まあそういうものを、昔はこういうのがあったんですよっていう紹介ですね。うん。まあ、今だったら、ガラス屋さんじゃなくて、どういうところの社長に売り込んだらいいですかうん。ね。そうですね。何をやってる。なんだろうな。なんパだズろルをう。プリンターとか、3D プリンターとか。3D プリンター屋さん。うん。なんでしあ、ょうもう、ね。人ですかね。いや、人。ね、でも金属だったら、知恵の輪みたいな。ベストパズルとあかるもしもちろんね。ありますし、そういう素材で言うと、金属はまあ、わかりやすいですけど、木も有名ですよ木ね。もいいですもんね。木のパズルっ骨ていっぱや、いありますから。君でした。君。あ、そうですね。うん。んまり陶器とかないですよね。形が作るの難しいのかな。あ、陶器。あ、なんかでも、並べるぐらいのやつは、小皿が。ありますよね、きっと。ああ、そっかそっか。お皿的なやつ。清少納言知恵の板のおああ、い皿。や、あ、そうですね。うそれはどっん。かありましたね。それは最近、ここ数年であったやつかもしそうですね。なんかタイル屋さんでパズルが好きな人いらっしゃったこともありますね。れない。ああ、それ本も業はいいタイル屋でさんで、まあそのタイルでいろんな形とか模様とすね。か作って、まあでもゲームの方が多かったかな。ゲームのピースとかを、そういうタイル、瀬戸物みたいなもので作られて、そうですね。ぜひそういう、実業界の方をこっちの世界に引きずる。うん、うん。そうですね。あとは、そうですね。まあ全部見せてもあれなんで、ああ、そうです。今回、それなんね、そうとそう、気になってた、連載第1回っわ、ていすごいうよ、第1回。漫新しいも画？のが、そうです。ちょっとした44コマ漫画が始コマ。あ、ますったとごかい。いう。こういうこともちょっと新しいものすもごいよ入ってきね。たんですね。あとは、まあ、いつもの連載、まあ、私が書いてる、なんかモノパズルを紹介するっていうコーナーですね。みたいなとこですこか。の、うん。楽しみです。はフレい。デリックさんの挿絵もあるんだ。これ、まあ、3コマ漫ああ、そうです、そうです。そう、漫画がちょっと今回かぶっちゃって、画。漫画対決みたいになってますけど、このフレデリックさんっていう方も漫画、このグラああ、ス面パズ白いルをな。テーマ全に然しかっこた、いいな。本当に漫画を描かれてて、素晴らしいです。うん。じゃあ、よそういか。で、これを買うには、その、うん。パズラボのショップ。そうですね。パズラボのウェブショップで今、絶賛販売中ですので。概要欄に書いてあ概る。要欄。あ、じゃあ、この辺で今日はって感じですかね。はい。よはろい、あしいりですがとか。うございました。はい。ありがとうごラざボい長のごま紹介です。した。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。